皆さんこんにちは。お待たせいたしました。わー、すごくたくさんの人にお越しいただきまして誠にありがとうございます。これからはいよいよのんさんのミニトークステージのお時間です。私はお相手を務めさせていただきます富田直子と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。早く会いたいですよね。早速お呼びしましょう。のんさんです。どうぞステージへ拍手でお迎えください。熱気がすごいですよね。こんにちは。あ、かわいい。お帰りって言いましょう。皆さん声を揃えていきますよ。せーの、ただいま。嬉しいですね。どうぞおかけください。この時間は本当に岩手に対する思いや、のんさんの近況などのね、いろいろお話を伺っていきたいなと思っております。岩手若者文化祭ということで、先ほど会場をいろいろね見て回られてましたよね。あ、はい、ここの、建物の 2階とかに行ったり、あと岩手銀行のレンガ館に行って、はい、こういうのをゲットしてきたりしてきました。ああ、そのバッジもネックレスもですか？はい、作られたものらしくって、これ猫ちゃんなんですけど、はい、これが岩手県の形のネックレス。本当だ、県の形をしてるネックレス。いろんな色がありました。へー、じゃあもう宝物にして帰っていただきたいと思います。もうすごい嬉しいです、うん。他にいろいろ体験ブースなんかでも体験されてましたけど。あ、はい、うんうん、どんなものが印象に残ってますか？大学生の方が作られたっていう、なんだ手袋をはめて、はい、こうやって壁を登っていくみたいなゲームがあったんですけど、ね、超人スポーツとかってね、はい、新しいスポーツのジャンルを、ね、開発されて、すごい結構筋力を使って やらなくちゃいけなくて、もう人運動してきたんですね。つまりそうですね。ウォーミングアップ。あ、バッチリバッチリですね。すごい楽しかったです。そうですか。この岩手の若者の印象ってどういうふうに受けられます？どういう人たちが多いなって思いますか？あ、すごく皆さん温かくって、うん、笑顔で迎えてくださって、うん、すごいさっき見てきたブースのなんていうんだ、体験させていただいたものとかもすごい面白くって、いろんな、なんか作るっていうのがすごくお好きな方がたくさんいるんだなって、楽しかったです。そうですよね。ものづくりに熱心な学生が多いかもしれないですね、岩手県って。うん、で最近はですね、岩手に本当に嬉しいニュースをたびたび届けてくれてるのんさんなんですけれども、8月にはタッソ知事を訪問されまして、はい、知事はのんさんを応援するプロジェクト N、 皆さんご存知かと思いますけれども、県庁に立ち上げることを、明確にされましたけれども、のんさんにとってズバリ岩手ってどういう存在なんですか？そうですね、私にとって本当に特別な場所なので、はい、第二の故郷みたいに勝手に思ってます。いや、嬉しいですね。でも私も出身も岩手県ではないのであれなんですけれども、3月まで働いていたんですけれどもね、第二のふるさとができる喜びってすごくわかります。あ、なんかすごい、うん、本当に3年ぶりとかに、来させていただいたんですけど、はい、なんか昨日のことのようにな馴染んでて、すごいそれがなんか自分で不思議になったんですけど、嬉しかったです、ね。久慈を、ね、訪問されてということでしたけどもね、はい、今月の18日にその3年ぶりに来てみて、どういったこう歓迎を受け、どのような反応をされました？すごく皆さん笑顔で出迎えてくださって、はい、逆に辰巳町組の
出汁を見に行かせていただいたんですけど、そこでハッピーをいただいたり、おにぎりをいただいたり、はい、なんか私の方が元気づけられてしまって、すごくなんかほっとしたし、なんかすごくじわーってありがたい気持ちになりました。素直にこう心からただいまって思える、そんな場所ですよね。そうですね、うん、岩手の好きなところってどんなとこですか？そうですね、やっぱり大きいところ。どこ？面積がそのネックレスの岩手県 の形の話をしてるんですね。はい、あの面積が大きいところ、はい、あとなんか最初勝手に、形は岩みたいな形だから岩手県なのかなとかって勝手に思って、あ、名前の、はいはいはい、それがすごい可愛くて好きです。岩手という名前が好きだと、はい、あ、へえ、いろいろな場所をね訪れていらっしゃるかと思うんですけれども、食べ物とかはいかがですか？岩手の食べ物、どこに行っても美味しいですね、なんか海鮮とかもそうですけど、短角牛とかもすごい美味しくて、あと南部せんべいもすごい好きです。そうですか。なんか先日あのいらっしゃった時に短角牛のお弁当を食べたっておっしゃってましたね。いただきました。お肉は好きですか？お肉好きです。、はい、そうなんですね。でも本当にねこう久しぶりに帰ってきても充実したこの、まあ、1週間ないし岩手の訪問期間っていう感じの印象をものすごく受けます。お邪魔してます。いいんですよ、第二のふるさとですから、ね、またねあの足しげく通っていただきたいと多分岩手県のみんなは思ってますよ。嬉しいです、ね、であの話は少しがらりと変わりまして、ノンさんの近況についてもお伺いしたくてですね、あの長編アニメ映画この世界の片隅にというものの主人公の鈴の声を担当されているということで、はい、これ11月公開なんですけれども、あのどういった内容の映画なのか簡単にお話しいただけますか？第二次世界大戦中の広島の呉っていう町を舞台にした作品になっているんですが、その戦時下の話ではあるんですけど、すごく日々の暮らしとか普通の生活っていうのを大切に描かれていて、そのシーンがすごくほんわかとじわっと幸せになる作品になっています。広島弁ってそれ収録したってことですか？そうです。お、広島弁で聞きたいです。あのネイティブここにいますから広島弁の。広島なんですもんね、ええ、ここから広島弁で喋ります。あ、わかりました。じゃあ、だってなんかどんなセリフがありました？広島弁の。あ、うちゃーとか好きでしたね。うちゃー、なんとか、じゃけ、じゃけ。かわいい。なんとかじゃー。はい。うちゃー、何々じゃーって言いました。はい、うちゃーは、私はって意味ですよね。あ、そうですよ。兵庫県ご出身ですよね。あ、そうです。広島弁は、やっぱり関西弁ともまたちょっと違って。そうですね。うん、なんか、言葉自体は何々しとるとか一緒の時があるんですけど、イントネーションが全然違ってびっくりしました。ちょっと手こずりましたね。でもうちゃいいですね。うちゃすごく気に入りました。あとなんか、バレとりましたかとかっていうセリフがあったんですけど、それがすごい可愛くて好きでした。じゃあもうのんさんのうちゃーをぜひ聞きに行ってくださいね、見に行ってください。その映画は11月の12日全国公開で、岩手はフォーラム盛岡やフォーラム八戸で順次公開されるというところです。見どころズバリ一言。そうですね、あの なんだろう、すごく辛いシーンもあるんですけど、だからこそ普通の暮らしっていうのがすごく一番素晴らしいものなんだなっていう風に感じられる作品になっています。生きるっていうだけで涙が溢れてくるようなそんな作品になっているので、そういう感覚を感じていただければなと思います。はい、ありがとうございます。
あっという間なんですね、時間が経つのって。最後の質問になってしまいました。はい、はい、大変名残惜しいんですけれども、この岩手若者文化祭というイベントですので、ぜひ岩手の若者のみんなに応援エールメッセージをのんさんからお願いします。はい、自分のやりたいことをやりたい分だけ楽しむっていうのはすごく本当に素晴らしいことだと思います。私もこれから頑張りますので、皆さんも、若者、同じ若者として一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。大変ね、励みになるようなお言葉だったと思います。本当にのんさん、ありがとうございました。ありがとうございました。拍手でお送りください。トークステージはここで終了なんですが、のんさんには引き続きパフォーマンスコンテストの特別審査員として、このイベントにご参加をいただきます。